はい、こんにちは、なべです。今日から2スタイルは、ちょっと前回とテーマを変えて、アクティブなお散歩デートみたいな形で、2スタイルほどやっていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。で、ベースは軽く巻いてあります。で、今柔らかめのスタイリング剤をスプレーですね、つけてあります。で、今回はちょっとまあデートって言ってもヘアアレンジに直結イメージしないと思うんですけど、まあ、ちょっとアクティブなお外をでみたいなデートをイメージしてちょっとアレンジしていきます。まずこの耳の後ろの延長ぐらいですね。で、一つ結びます。はい、じゃあここまで結んだら少しトップを引き出してバランスを整えて、で、このポニーテールの斜めに半分分け取ります。こういう感じで、ここを一つ結びます。で、ここを結んだらここを二つに割ります。この割ったところにこの毛束を通します。で、そしたらこのゴムをで、今度はこの出てきたところをまたゴムで結びます。ここをまた2つに割って下から通します。で、ゴムをキュッと締めてあげる。で、また次ここをゴムで結びます。で、2つに割ります。通します。キュッと引っ張って、で、もう1回ぐらいいっちゃいましょうか。で、2つします。閉めます。で、この毛先2つを合わせて結んじゃいましょう。最後は。これ最後毛先抜いてもこのまま輪っかにしても両方可愛いと思うんですけど、今日はちょっと抜いたままの感じにして、
これゴムで要所要所結んでるので割と硬さがあってこう動きをつけられるので意外とアレンジの中では崩しやすいというか、後からバランスが調整できるというか。でちょっとつまんで崩して引き出して、で最後全体のバランスをチェックして、こんな感じで横から見た感じこんな感じで、ちょっとぐるっと見てもらって、ちょっとポニーテールよりは少しなんて言うんだろうな、エッジの効いたアレンジというか、こんな感じもありかなと思ってやってみました。いかがでしょうか。この引き出す時は、一番結局はバランスをよく見せたいがために引き出して崩しているので、ここが絶壁の人、それからここが張ってる人、いろいろいると思うんですけど、それを補正するようなイメージで引き出してあげると、崩すっていうこともそうなんだけど、バランスをよく崩していけるかなと思うので、ここの丸みっていうのを僕はイメージしてやってるんですけど、そこが一番分かりやすい引き出し方のポイントですかね。あとは今回この衣装で、まあ、2スタイルやらせていただこうと思ってるんですけど、今回は少しアクティブな、どっちかっていうとスパイシーでクールめな方というかね、イメージでやらせていただいて、もう一個は次回甘めな感じを少し取り入れたヘアアレンジを紹介したいと思います。ありがとうございました。